ということで、今回ですね、前にアップロードした、今後の活動方針ということでね、またその時話せなかったんですけど、また決まったことがありまして、今回ご報告ということで、動画、撮らせてもらっています。ということで、早速なんですけど、早速決まったことがあります。重大発表です。早速ですね、1週間、毎日投稿すること決まりました！イエーイ！イエーイ！イエーイ！やったー！一週間毎日投稿確定！やったー！やったー！すごいすごい！もったいないけど、もうこれは大盛り上がりだ！毎日投稿確定！一週間毎日見れる！やったー！やったー！みんな大喜びー！ということでね、一週間、毎日投稿することが決まりました。それですね、毎日投稿、いつアップロードすんのっていう話なんですけど、毎日夜6時ということが決まりました。なぜ夜6時にしたのかなというと、みんな、帰ってきたり、いろいろね、あると思うんですけど、夜、一番時間が空いてて見れるんじゃないかなと思い、夜6時に投稿することが決まりました。今後1週間連続投稿するということで、夜6時、投稿するんでね、ぜひ見ていただけたらなと思います。今後ですね、マイクロの動画上げたいと思います。今ね、このワールドね、紹介した動画上げる予定です。はい、また第2の村、第3の村、ネザー編などね、いろいろ動画アップロードするつもりです。ぜひね、見ていただけると嬉しいです。ということでね、今回はね、これを伝えるために動画を作りました。今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。この中にね、動画ね、今日上がってると思います。はい、またもしかしたら上がるかもしれませんね、今から。はい。見る時間によってね、動画上がるかわかんないでね。はい。今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。しかもですね、雑談になるんですけど、この動画、実はですね、一回収録ミスしてます。一回ね、音なしで、ちょっと間違えて動画撮ってしまいました。その黒歴史はですね、次回、ちょっとまた、番外編で動画あげようかなと思います。はい。音なしで間違えて収録しちゃったやつっていう黒歴史が、はい、残ってるんで、はい。もしかしたら動画あげるんで、その URL 貼ってあるかもしれません。はい。黒歴史ですね。はい。ということで、今回、雑談はそんなことで、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。今回の重要ポイントは、一週間毎日投稿が確定しました。あと夜6時に投稿することが決まりました。とりあえず、これが決定いたしました。報告させていただきました。今回、この辺りで終わりにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。概要欄の方から、チャンネル登録、高評価、あとですね、ブログやってます。読者登録忘れずによろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。今後ね、また動画上げるつもりです。動画見てくださいね。それでは、さよなら。さよなら。